ソルでは今回新たに C 言語コントローラーに対応したトロン系リアルタイム OS ET カーネルとその開発環境 eBinder をご紹介しております。日本で最も普及しているマイクロアイトロンの後継リアルタイム OS です。アイトロン系 OS では初めて C 言語コントローラー用に対応したリアルタイム OS です。マイクロアイトロンはバージョン 4.0 で仕様がフィックスし、以後のバージョンアップは T カーネルに引き継がれて T エンジンフォーラムよりオープンソースで提供されています。純国産のリアルタイム OS として発展してきたこともあり、特に日本では人工衛星をはじめデジタル家電や FA 機器など幅広い分野で T カーネルを含めたトロン系 OS が使われております。今回 C 言語コントローラーに対応した ET カーネルは eSOL が T カーネルを機能性能面で拡張したリアルタイム OS です。オープンソースの T カーネルとは完全な互換性があります。本格的な POSIX 使用準拠の ET カーネル POSIX、プロセスモデル対応の ET カーネルエクステンディッド、マイクロアイトロンからの移行に適した小型軽量の ET カーネルコンパクトの3つを用意しています。同時に弊社では専用開発環境の eBinder も用意しました。トロンベースの開発環境であり、トロンに慣れた開発者が抵抗なく C 言語コントローラー用のプログラム開発を行えるようになっています。 ET カーネルと eBinder の登場によりトロンの開発経験を持つ開発者が C 言語コントローラーでもその経験を活かせるようになります。また iTron 用アプリの移植も進みやすくなり、 C 言語コントローラーの世界がさらに広がるものと考えております。